皆さんこんにちは。本日も受注ありがとうございます。クエストです。プロスピエスやっていきたいと思います。というわけでですね、今回なんですけれども、ミキサー解禁していこうと思います。はい。まあ、前回ね、契約書開封の動画上げさせていただいたんですけど、まあ、56枚ぐらいかな、契約書あって、まあ、S ランクはここにいるね、10名引きました。はい。これ、S ランク確定の分8枚使って、これですね。確率全敗すると思わんかったし、なんなら10枚引いて1枚も自チーム引かんとは思わんかったし、もっと誤算なんは岸田のかぶり。しっかり並んでるからね、ここちょっと驚きでしたけど、まあもちろんね、この10名以外にも、ストックしてある S ランク49枚だったかな、あるんで、まあもうひとまずミキサーすれば自チーム確定で手に入るんでね、誰か引けるっしょというわけでございますね。とりあえずやっていきたいと思います。せっかくなんで岸田選手は分割して混ぜますが、今のところですね、私自身持ってる S ランクがトングだけということなので、トング以外はとりあえず当たりです。この流れでトング引いたらちょっと笑っちゃうけどね。というわけで1回目ミキサーやっていきたいと思います。お願いします。まあ、とりあえず入園室、まあ別に入園室なくてもいいよ。海外入だもん。海外入なんだから、こんなの。ここで被ったらちょっとメンタル壊れちゃうんだから、俺。軽くね、軽く壊れちゃうんだから。ね、さすがにね。まあ、ひとまず安心というか、まあ、ほぼ約束されたような感じですけど。さあ、誰来てくれるかな。オタリオとかいいね。エスパー。過去にファイナルミキサーで取った太田亮極みで残ってるんでね、はい、使っていきましょう。ちょっとね、選手枠の都合上太田亮に早速何人か特訓素材ぶち込んで空きを作って、とりあえずまあ玉用の選手量から選手を引っ張り出してきました。てなわけでミキサー2回目ですね。これなんかメンツ見ると、なんでこのメンツをかけるっていう一時代を築いた方たちばかりですね。それじゃ行きたいと思います。お願いします。よいしょ。安心はいつでもさせてほしいよ。安心はいくらでもさせてほしい。え、今で11人かなとかだと思うんですけど。まださすがにちょっとかぶられると困っちゃうんでね。うん。まあ、ここはさすがにまだ入選手で来てくれるでしょう。A がおらん。まだまだ行きましょう。3回目ですね。はい、引いていきたいと思います。お願いします。そうでね、まあ軽い愚痴みたいになるんですけど、よくよく考えたらね、今年シリーズ2ベスト9タイトルホルダーほぼオリックス関係ないんで、後半めちゃくちゃ暇になるんじゃなかろうかというふうに思ってたらですね、演出が終わってますね。ニューでやってくれよ。うん、よし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 。とうとう代打丸ついちゃったラオウ。さあ、まだかぶりは嫌よということで、4回目かな、やっていきたいと思います。お願いします。よっ。1回もあのフラッシュは消えへんね。大丈夫かな。エスピとかね、来てくれると全然違ったり。おいしよしよしよし。まあ、球種もね、強化されたりしてるんで、ありがとうございます。さあ、誰が来ちゃいますかね。西野。低弾道じゃなければな、リアタイでも使うのに。主役は遅れてやってくる岸田。というわけで5回目。ここまでは順調なんですがね、そろそろ怖い。やっていきたいと思います。お願いします。まあ、おたりょ、前、おたりょは引けたんでね。ひとまずって感じですけど、まあまだまだこんなところで満足してられないですよ。まあ、今のところね、あの井口選手以外はまあ極みにできるので、さあ誰来るかな。東とか引きたいけどね。届きたか。僕の中ではフル株。じゃあ6回目いきたいと思います。2連続かぶりは嫌よ。あれ、
フラッシュ来ないっすね。まだかぶりたくないんやけどな。いや、ま、なんやったらエスピとか森とか、まだまだ欲しいとこあんねんけどな。困ったな、これ。一番狙いだけ引けて他引けへんパターンとか怖いな。誰？そういや、タイピンついたんだね。これは熱いっすね。もう7回目ですか？あっという間ですね。じゃあやっていきたいと思います。お願いします。うん、ほんと来ない、ほんと来ない、ね、あと S ランク確定のミキサーやってんのに演出死んでんのはなんでな。ズルズルすぎねえ。マジ不安なんねんけど。これ逆にニューパターンある？うん、こっちはリア対応の森友哉にしようと思ってます。さあ8回目やっていきましょう。もうここまで来たらサクサクいきますよ。お願いします。あ、来そうにないな。来そうにないな。あれあれ、あ、なんか、うん、なんもねえな。あれ、これ2回連続で死んでる？ってことは逆にニュー確定パターンある？あるわ。いや、あるわって断言すんのは危険。そろそろあと何回ミキサーできんのかが不安になってくる頃ですが、9回目やっていきたいと思います。お願いします。一応ね使うと思ってたからね。藤村選手ワンチャンあったら使うと思ってたからけど、もうないかなっていうことで、まあさすがにミキサーかけさせていただいております。いや、これ逆にもうなんか演出ない方、その演出はいくらあってもいい。お腹いっぱいになることがない。さあ誰引く？エスピとか引きたいな。うん、結構5万越のミキサーになってるよ。今見た感じあと2回ぐらいかなと思うんですけど、さあとりあえず10回目やっていこうと思います。お願いします。ほい、うん、なんかどれだけニュー引こうともフラッシュは1回もない。節電かな。結構調子ですね。いいシーン。さあ2回目のかぶり来てしまうか。さあ誰ですか？ん？圧縮できんようにすんのはやめて。一旦これで最後にしようかなと思っております。 S ランク自チームカフェミキサー11回目ですね。阿部ちゃんと胸でうっすら圧縮お願いします。さあ僕は流れ星流れてる時よりこの月だけの時の方がフラッシュ出そうな気がする。ほい、ないはい、ないはい、ない。まああとここやね。ないね。じゃあ最後は誰でお別れすることになるのか、こちらの選手でお別れですね。よろしくお願いします。やね。